池袋ディビジョンバスタブロースのビッグブローこと山田一郎役の木村昴です。ヒプマイ5周年おめでとうございます。いやー、ヒプマイとの思い出はたくさんあるんですけれども、まあ、何よりヒプノシスマイクに出会えたっていうことが、まあ、僕の人生にとってすごく大きな意味があることだったので、まあ、思い出というか出会ってくれてありがとう、うん、ヒプマイ生まれてきてくれてありがとう、なんかそんな気持ちで日々過ごしております。まあ、5周年なんですが、願わくば、まあ、10周年20周年とね長く続けられるように、みんなで力を合わせて盛り上げていきたいなというふうに思ってます。ということで以上、木村昴でした。山田次郎役の石谷春樹です。ヒプマイ5周年おめでとうございます。僕はですね、ヒプマイで初めてたくさんの人の前でライブをするという経験をさせていただきまして、その時のコール&レスポンスの反応とか皆さんの表情だとか、すごく興奮した笑顔だとか、そういったのをステージから見るのってめちゃくちゃ好きで、それと一緒に僕たちも気持ちが上がっていってね、一緒にヒプマイを作っていってるんだなという感じがめちゃくちゃ好きです。また、ライブをするときは皆様本当に一緒に楽しんで、ライブができればと思います。そしてヒプマイ5周年、これからもヒプマイは歩み続けていきますので皆様よろしくお願いします。以上、山田次郎役石谷春樹でした。ピース。